輩のバイク止まってるわ。じゃあまた遠野岳の頂上で待ち合わせだ。じゃあちょうどもう1時1分前。何時間で鍋割りから遠野岳まで行っちゃおう。レッツゴー。はい。こんにちは。スタンプラリーの台紙を、はい、あります。はい、ございます。すごいのね。取ってきた。まず一つ目、大倉でスタンプ一つゲットです。天気は本当に午後になっても雲が出てこない。最高っす。登り滑っちゃうと、まあ足前に出なくなっちゃいますから。1時13分、ゲートまで来ました。まだ当分林道歩きは続く。よいしょ。左。続々と帰ってこられるわ。俺たちは反対道なのに。まだ長いわ、林道。こんにちは。まだ半分しか来てないぞ。こんにちは。こんにちは。ああ、やっと二つ目の吊り橋。吊り橋っていうか橋。いよいよ山登りが始まるところまで来ましたね。欲しいね。4リッターあるし。マジで。あるの。ごめんなさい。4リッターが1本あったけど、ちょっと今日は時間がないので、ごめんなさい。あ、残しまで来た。まあまあいいペース。頑張ってるおじさん。太陽まだ結構上の方だけどな。頑張りましょう。とりあえず、ああ、いい風。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ご苦労様。すごい。ご苦労様だな。こんにちは。ご苦労様です。ジャベリンの T シャツ着てもらった。ありがとうございます。え、これから登って
そうですね。夜景を遠野岳で見て。夜景を遠野岳。あと馬鹿を乗ります。そうですか。はい、まあ。気をつけてどうぞ。どうもありがとうございます。この間ね、目指すって言ったところに、この道に横たわってきます。同じ鍋割り。同じですね。開いてる開いてる、ほら。ジュースは買えると思うよ。あ、15分オーバーで来れたよ。お疲れ様です。こんにちは。ここかな。いや、前来た時はもう750しかなくて。スタンプあるよ。ザック下ろしてもいいですか？いいよ。おっしゃるよ。どうぞ。ここ？あ、よく見て。鍋割り。あ、そうだね。左上だね。こんにちは。遅くなりまして。はい。さっきもたくさんのファンにも。どうぞ。え？今。いいじゃん。間違えてないじゃん。大島はうっすら見えるけどね。富士山はまだ綺麗に見えるね。あ、ちっちゃいよ。違くじゃない353号。3号か。それ400円だったんだ。反抗もしたし、行こうか。ね。じゃあ一応、撮って行こうか、はい。先輩待ってるから。まあまあ見える。4時に待ち合わせ、遠野岳の山頂で待ち合わせしてるんだけど、どうやら遅刻です。どうやら遅刻します。疲れた。夕焼け間に合った。風すよ。お待たせしました。走ってきたのと一緒。高い。早いんだもん。疲れた。お疲れ様です。あ、綺麗。いい感じ、いい感じ。今4時。4時40分だ。大島はもうほとんど見えなくなっちゃったな。遠くにうっすら見えるけど。あ、見えます。向こうに江ノ島は見えるじゃん。あ、こっちの雲も綺麗だな。赤くなってて。明かりがついてきた街の。
一応少しついてきたから撮ってはいるけど、まだまだ全開じゃないよね。そして富士山はどうなったかな。じゃあヘッドライトもつけたし帰りますね。いや、いい景色も見れたし良かったです。夜景映ってるかな、このビデオじゃ無理かな。すごい綺麗だけど、さあ下山します。まあまあ夜景も綺麗です。大観望そうですね。今さっきイルミネーションついてたのに、来た途端に消えました。橋だけはなんとかついてるけど、ほんとそこら辺ずっとついてたのに。平日は1日500円なんだけどな、当日じゃねえや、土日は祝日も含めて800円です。ここは24時間で入りできるから便利だよね。向こうの公営の駐車場に停めちゃうと夜9時に閉められちゃうから、夜9時以降になっちゃうと出られなくなるから、遅くなる人はこっち止めた方がいいよね。お疲れ様でした。ああ楽しかった一日。